アレクサンドル・インゴレビチ・マレニッチは、ロシア・ロストフ州、ゼルノグラード出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。1989年、ロシア・ロストフ州の小さな町、ゼルノグラードにて生まれる。その後、ロストフ州の州都ロストフナ・ドヌに移住し、父親の指導の下でサッカーを始めた。2006年、ロストフナ・ドヌに、 本拠地を置く FC ロストフとプロ契約をした。2006年11月24日、第30節の FC ロコモティフモスクワ戦の後半12分に、イリアカラシニコフとの交代で、ピッチに立ちロシアプレミアリーグデビューを果たしたが、翌シーズンは、オフシーズン中に怪我をしたため試合に出場するは、なかった。2007年7月、FC ロストフとの契約が終了し、 クラブを去ると同時に、サトルン・ラメンス公営からアプローチされたが、その後、話の進展はなく FC モスクワへ移籍。FC モスクワでは、トップチームでプレーすることもあったが、リザーブチームでプレーすることが多く、全治2ヶ月の怪我を負ったりもした。2010年2月、所属する FC モスクワが、経営難に陥り、プレミアリーグから除外される。3月12日、 ロシアプレミアリーグ昇格を果たした FC アラニアウラジカフカスへ移籍。アラニアではレギュラーとして出場をしたが、クラブは一部リーグに降格。2010年11月29日、プレミアリーグに昇格を果たした FC、ボルガニチニノブゴロドの公式サイトで7名の選手と契約をしたと発表され、その中にマレニッチの名前があったが、翌日マレニッチは、 アラニアの公式サイトで契約したとの報道を否定。12月24日、FC ロコモティフモスクワと2013年夏までの3年半の契約をし、移籍をした。ただし、ロコモティフモスクワでは出場機会に恵まれず、2012年2月、双方の合意の下で契約解除をした。2009年5月14日に行われた。 UEFAU-17 欧州選手権2006の決勝のチェコ代表戦ではスタメンで出場。後半の42分には勝ち越しゴールを挙げるも、その2分後に、トマーシュネツイドに同点ゴールを奪われ試合は PK 戦までも連れ込んだが、35で優勝を手にした。ありがとうございます。